Well, well, well. ケンクワでございます。Yeah, well.今日は2021年5月の6日、木曜日、木曜日でございます。ご無沙汰しております。この放送は、憎しみレコーズからお送りしております。ラジオのタイトル、が変えようと言って、変わらないまま、連休、なんだろう、K 熊川 is radio。 今回で、今回から、タイトルが変わって第25回ですね、よろしくお願いします。お届けしているのは、2019年リリース、K 熊川 in 憎しみレコーズの憎しみレコーズから、Shake Your Money Maker をお送りしております。連休がさ、聞いてくれよ。いやなんてことないんですけどね、え、連休、ゴールデンウィークと言われるような連休がね、あって、この世界にはそういうものがあって、そこへね、俺基本祝日休みということだったんでね、土日祝日の休みをまとまってあるっちゅんで、ここのね、連休で、様々な溜まりに溜まったいろいろね、まとめておきたい、案件やらなんやら、作業をね、集中的にできたらいいなと、やろうという心づもりにしておったんですが、蓋を開けてみればですね、これまあ土日祝日で連休ということになるとね、まあ当然ね、あの家のガキも休みですからね、もう翻弄されたまま早寝早起きの暮らしを余儀なく、されております。で、作業は、ぶったまったまま、そしてそのストレスで、酒が進むという、このような状態、状況でございます。K 熊川でございます。はい。とりあえず、今週5月の、8日土曜日ですね。もう今週あさってでございますね。に、直近のライブがございます。K 熊川が出演するライブ、あります。この告知やらね、今後の、物事、ライブのね、日にちだけでもね、何しろまあいろいろね、クソコロナでどうのこうのみたいなことがね、まあ、クソコロナでどうのこうのなのか、人間がどうのこうのなのか、はたまた政府、どうのこうの、まあいろいろあります、あるんでしょうが、やることはやっていこうと、やることをやりますよ、当たり前だ、バカにすんじゃないよと思って燃えております。ね、ちょっとビシッとね、そろそろやんないと、ね、みんなビシッとしたものを見たいし聞きたいでしょうよ。はい、今週、末5月の8日土曜日ですね、こちら場所は、福岡市東区にございます箱崎水族館喫茶室という箱で、今岡洋次郎展桜の美学黄金郷バルハラというイベントが催されます。主催は、ラッパーの頭ナクスですね、彼の呼びかけに応じた演者が、一堂に会しまして、彼のね、企画主催イベントというものに、俺もね、花を添えるべく、ビシッとエレクトリックギターを持って、派生参じたいと思っております。 K 熊川です。5月8日土曜日17時開演ですね。16時30分開場ということになってます。1000円チャージになっております。かかる緊急事態宣言やら、何でしょう、まん延防止どうのこうの、みたいな、まあ、名前はどうでもいいですね、
そのようなものがあって、一応20時までにイベントが全部終了になるような、という予定で組まれておるというふうに変更があっております。ぜひともね、お時間あと心が合います方、遊びに来てください。楽しい時間を、美しい時間を、一緒に作っていきましょう。感染対策はね、各自、気の済むようにしてください。よろしくお願いします。あ、ちょっと俺メモが隣の部屋にあるんでちょっと取ってくるんでね、かっこいいサニーを聞いてください。はい。最近のライブ、お届けしているのはケイクマガワインニクシミレコーズで、サニーでございますね。直近のライブ、先ほど言った、今岡洋次郎店5月の8日分ですね。それから、次が5月の22日土曜日、こちらはね、西陣、福岡市早良区、中央区だね、中央区西陣に、中央区か、西陣って中央区早良区だっけ、早良区か、早良区だね、の西陣にございます、ジャムルト、で催されるイベント、ちょっと待ってね、調べてみよう。に出演いたします。5月22日ですね。一応時間がまた変更があるかもしれないんでね、時間回りはちょっと、担保いたしますが、この日はね、宮下無双率いるルービーハートドリーミングと対バンというイベントに出演させていただくと。ジャムルトはね、ライブを見に行ったことがあるんだけど、出たことはない。ないっていうかね、あそこはもともとほら、昔、西陣ジャジャ、元ジャジャですね、っていうライブハウスがあって、その頃はね、出て、いました。昔バンドやってる頃からね、何度もあそこ出演して、福岡に出てきて一番最初にライブやったのは確か西陣ジャジャだったと思いますね。ですので経営元変わって今は西陣ジャムルトに5月の22日土曜日出演いたします。でその次5月29日土曜日、この日は、29日30の2日間は 5月の最終週ですね、の土日広島に、行きます。で29日土曜日が、広島の、外国ですね、ライブアット外国ですね。これをね言いたかった、ずっと言いたかった。今度外国でライブします。ありがとうございます。明る30日日曜日、こちらは、同じく広島オルガン座でございますね。このあたりもちょっとビシッとね、やりたいと思っております。一応ね、日付だけ今入ってる分だと5月にこの4本、それから6月が6月13日の日曜日に八幡デルソル、6月の19日土曜日に、6.19 岡村ボタン主催イベント 6.19
が、福岡市中央区六本松シックスパインズサンドイッチズ、こちらで今年も催されます。これに出演いたします。6月19日ですね、それから7月の、10日土曜日、に、何年ぶりなんだこれは、コロナぶりですね、山口県萩の玉ねぎ畑にお邪魔いたします。お邪魔いたしますっていうかね、帰るっていうかね聞くがあまり、行きたいと思っております。それから7月31日にも、ウサのリブートでライブの予定が入っております。このあたりですかね、今入ってるライブは全部これで全部だと思います。いやーほらやっぱね、かかるそのコロナ禍でいろいろ、まずね1年目、もうねイベントが中止になる、ライブが中止になる、延期になる、変更中止、やっぱやる変更、みんなが疲弊する程度にはそのようなことがあって、そしてね緊急事態宣言であったり、時短要請ですか、その有効性については個人的には言いたいことは山ほどあるんですけども、いろいろあって、ね、やっぱりこの時期になって今またね福岡も増えてきておりますし、であとまたねいろんな、変異種のようなお話、単純にすごく怖いとは思っているんですが、俺本当にねこのかかるウイルス感染症が出だしたその2020年の頭からもうずっと俺言ってることは全く今も変わってません。結局よく考えてできる限りやって、そして自分がやらなきゃどうしようもないことはやるしかないという部分で戦うと、そういうことだと思っています。よろしくお願いします。なんかね、いろんな人がみんながね知恵を絞って、生きていく世の中ですから、その中でそのやっぱりね誰がどこまで進んでるとか誰がどこまで遅れてるとかね、そんなこと言い合ったってウイルスは歴然として今ありますからね、だからその辺でマウントを取っても本当しょうがないので、俺はずっとみんなで生き残ろうとしか、言えない、言うつもりもないですね、楽しんで、死ぬまで楽しんでいきましょう。そして困ってる人がいたら助けましょう。それだけです。ありがとうございます。次の音源の名前を早く決めて、その名前にラジオのタイトルを変えていくみたいなことを申し上げてたんですけど、なんかねまあそれでもう決まらないし思いつかねえし、でもねなんだろうって、でね先ほど冒頭申し上げた通りゴールデンウィークもさ、もうねえまあね、あもうこれこういう連休というのはですね、やっぱね家族がありますから、連休というのは自分のためにあるものではないんだということをね、今回身をもって、学ばさせていただきました。だからね、でもそういう中にあってね、いろいろこううまくいかないことが佃煮のようになっていく中で、でもですよ、
非常に今自分個人的には調子はいいんだと思うんですよ。体調は悪いです。あんまよく疲れてるし、うん、疲れ果ててるし金がないし、だけど調子はすごくいい。なんかね、曲を書いたり、だからそのこのラジオを撮ったり、あのフライヤーのデザインをしたり、音源の準備を、ね、録音の制作のトラックの準備とかっていうような、このね2時間3時間は最低限塊で時間がないとできないことっていうのがブワーッとあって、俺のタスクの中にね、そう、これが全部手つかないっていうストレスはあるんですけど、2時間3時間一人きりになれる時間、というのはないですからね、ないからない中でやっていくしかないのでっていうことをね、身をもって、学んだんですけど、なんかね、だからね、あ、何の話だっけ、だから ただこう曖昧なね、家事をやったりね、家族と時間を過ごしたりする中で楽しみながらこうね、キッチンに、俺はキッチンドランカーなので、キッチンにいつもギターは置いていてね、で飯作りながら、ね、でちょっとこう火かけてる間にそのね、コンロの前でギターを手に取って、で曲を書くと、いうようなことができているんで、だからその今年編む予定であった音源、大きなプロジェクトっていうようなものの曲と、符号していく新しく生まれつつある曲と、そういうものが出てきていることをすごく楽しみながらね、楽しみに感じているし、それをもってライブをやっていく、で今までに作った曲のことも理解を深めながら、ね、そういう今までの音楽の力を借りながら、今の俺が何ができるかでライブで結果を出す、このサイクルをもっと力強く、ね、蹴散らすぐらいにね、つまんねえやつらを、やっていこうと思っています。そんな感じでなんとかなんとか、直近のライブは明後日なんでね、まあバタバタしたくしながらも、たださ、連休前に頼んだあのAmazonで注文したギターの弦がまだ届かないっていうね、いやAmazonプライムに入らなくちゃいけないんだね、あれね、もうね、そういうご時世なんですね、いや愚痴ですけど、ありながら、楽しくって言ってもな、あのね、楽しい、楽しいっていう言葉の意味がみんなと俺違うのかもしれない。楽しいと寂しいは大体同じですよね。寂しくていいんでしょう。なんかこういろいろ考えますよ最近。ね、いい年ですからね。何でしょう、こっから何本かのライブは、ちょっと見ていただいて損はないんじゃないかと思っております。ケイクマーです。元気いっぱい、夢いっぱい、楽しんでいきましょう。あとそうだ、ブラックホール、オリオブラックホールという箱があってね、俺はそこを愛しているんだけども、なんでね、そこもね、今あるスケジュールやらいろんな、ね、調整ありますが、生活もね、馳せさんる機会を、見つけていきたいと思っております。特別な、ライブをできるように力をつけてね、しっかり、やりたいと思っています。愛を持って、
行きます。終わる、終わり、いや、そんな感じ。また遊びましょう。ケイクマでございました。あざっす。